ここはとにかくそのザ・プレイグスという新しいバンドとのセッションの日をすごい楽しみにしてた。で彼らが来る前にもう早めにスタジオに入ってようと思ったので、彼らを待ち受けようと思った。で大体その始まる1時間前ぐらいに僕は行こうと思ったんですね。で実際1時間前に入った。そしたらなんと、ギターの深沼くんが僕より早く来てた。だから2時間も前にセッションが始まる2時間も前に彼はスタジオに入って、でギターをその日にやるそのギターの練習をしてるの。それを見た時にすごく感動した。それが一番印象に残ってるかな。で実際レコーディングしてセッションは楽しかった。あらかじめ僕はプレイグスの音楽を聴いていたし、一緒に僕は用意する曲も、プレイグスのエリアを大きく外れた音楽ではなかったから、彼らもすぐにその曲の意図を組んでくれて、で 1,2,3,5 でいい感じで始まりました。ある程度のデモテープを僕の方で作っておいて、で彼らに聞いてもらっていました。でそれを彼らは多分宿題のように、聞いて、そしていろいろなアレンジを考えてきてくれたのかな。僕としてはもうスタジオに来てもらって一緒にウェヘヘイと楽しいセッションができていいサウンドを取れればいいなと思ってたんだけれども、彼らはなんと、まあ、デモテープ、まあ、あらかじめ渡しておいたということもあるんだけれども、いろいろなアイデアを彼らなりに考えてしてくれて、そしてスタジオに来た時にはそれを一つずつ僕に披露してくれるという、そんな、うん、素晴らしい道を。僕たち2曲セッションしたんだけれども、1曲については、僕の当初の、編曲、から全く違う形になっていた。で僕はそれをそんなに期待してなかったんだ。デモテープを渡して大体そんな感じになればいいなとだけ思ってたんだけれども、でも彼らはなんと、その2曲のうち1曲については僕らの解釈はこうなんだというふうに食らいついてくるんだ。でそう、僕も彼らと同じくらいの年代の時、やっぱり、年上のミュージシャンたちと付き合っていて、やっぱり僕もなんていうか血気盛んというか、僕はこう思うんだって自分の間にぶつけたあの思い出がある。ちょうどその頃の自分を思い出したりしました。そして、そうやって自分たちの考え、音楽に対する考え、曲に対する理解解釈、そうしたものをストレートにね、ぶつけてきてくれたこと、それはすごく嬉しかった。で僕はそうプレイグスをセッションしていて、レコーディングしていて一番、課題にしていたのは、プレイグスらしからぬことは絶対強要したくないということだったんですね。もちろん僕の曲ですから、プレイグスがいつもの、自分たちの曲をやるのとは感じは違うと思うけれども、セッションをお願いした限りは、そうするとルールとして、プ
クレイグスミュージックの、ね、エリアをはみ出したりしないように、でも新しいものであるように、そんなことをこう自分の課題として彼らと向き合って、で僕がセッションした2曲についてはそれはうまくいったのではないかなと思ってます。